時間に、なりましたので、東京大学空間情報科学研究センター、次世代社会基盤情報寄付研究部門、第6回、公開シンポジウム&ワークショップ、来てみて触って地域のデータ、応募要領データリスト、指定課題を発表します。アーバンデータチャレンジ東京2023サードステージということで、開催させていただきたいと思います。私、本日司会を務めさせていただきます、東京大学空間情報科学研究センターの中条と申します。よろしくお願いいたします。本日ですけれども、これからですね、最初に開会の挨拶と概要説明があった後に、第1部としてオープンなデータ共有と活用に向けてということで、オープンなデータ共有に向けた技術支援や自治体のオープンデータ推進の諸活動に関する先進事例のご紹介ということで、3名の方に独説明をいただきます。その後、後半の第2部として触ってみよう地域のデータということで、グループワークを含めた進行という形でさせていただきたいと思います。で、18時20分までの予定とさせていただいておりまして、その後18時半から、下のところの、レストランで講習会というところも予定しております。よろしくお願いします。本日は進めるにあたっての、細かな注意ですけれども、やっている、シンポジウムの間に関しては、携帯電話の電源等はお取りいただくようにお願いいたします。それから、ホールの中に関しては飲食の禁止という形になっておりますので、こちらの方も、ご協力の方よろしくお願いいたします。それでは、最初に開会の挨拶として、皆さんこんにちは。東京大学の空間情報科学研究センターの柴田です。このオープンデータチャレンジは、というかアーバンデータチャレンジは、センターの寄付研究部門の事業の一環としてやっておりまして、それで寄付研究部門の今部門長をしておりますので、私からご挨拶をさせていただくということです。で、このチャレンジは、いくつか特色があります。一つは、大体普通のこういうオープンデータチャレンジ関係というのは、データセットが最初に提示されて、これを使って何か面白いのを作りましょう言って作って、アワードか何かが出て、バリエーション、エバリエーションがあったりとかが出て、割にそれで終わって、じゃあ、また来年会いましょうっていう感じなんですが、ここのアーバンデータチャレンジはやっぱり基本的にはこのオープンデータからスタートするというよりは、地域の課題をちゃんと解決するためのアイデアを作っていくのと同時に、そのアイデアがちゃんと実装されていけば、データをもっと、じゃあこう、そういうことのためなら出してもいいんじゃないかって思う人がきっと現れるんだろうというわけで、そういうところでいかに回していくかというところを狙いにしています。というわけで、ここで見ていただいて分かるように、かなり長ったらしい名前ではございますが、サードステージというところが重要で、すいません、6月、8月とやってきましたが、ここでサードステージになって、今回はそのこんなデータが今度使えますよとか、というようなことも発表させていただきながら、いろいろなグループワークもしていただくということになっております。あともう一つは、前回8月から今回10月の間で一番変わったところは、東京でオリンピックがあることが決まったということでして、そういう意味では、極めてタイムリーに、アーバンデータチャレンジ東京というのが今年から始まって、7年後一体どんな格好になっているかちょっとよくわからないところもありますけれども、ただ、東京で新しいいろんな地域の課題だとか、あるいはもっと課題を解決するという、どっちかというと空いてる穴を埋めるというよりは、むしろそこの上にどんなものをうまく作り上げていくか、そういうポジティブな意味の貢献をこういう世界からやらないかというようなこともきっとアイディアの中に入ってくるんだろうと思います。ですから、まだ7年なので、また先という言い方もありますし、いろいろと R&D 的なことも含めて検討して、ちゃんと実現するとちょうどいいタイミングいう言い方もありますので、そういったことも念頭においてぜひ皆さんにいろいろなアイデアとかを出していただければというふうに思っておりますので、今日一日よろしくお付き合いください。最後は、1階 の, イタリアンでカポケイカーンですけれども、懇親会もやりますので、そちらの方にもぜひご参加いただければと思います。
ということで、とさせていただきます。どうもありがとうございました。それでは続きまして、アーバンデータチャレンジ東京2013の概要説明ということで、東京大学生産技術研究所の佐久間さんの方から説明をお願いします。皆さんこんにちは。今日ちょうど3回目サードステージになるわけですが、今までの経緯とか簡単にお話ししたいと思います。ちなみに今日ですね、このアーバンデータチャレンジのイベント初めていらっしゃった方でいらっしゃいますか？結構初めての方いらっしゃるんですね。どうもありがとうございます。毎回結構初めての方が半分以上ぐらいしていただいて、ちょっとずつ増えているのかなと思って、大変嬉しく思っております。ということでちょっとですね、そういう意味で今日初めての方も結構いらっしゃるみたいなんで、ちょっと前回と同じような話も若干含まれるかもしれないんですが、おさらいとしましてですね、これちょっとオープンデータの話に寄ってますが、オープンデータ、今日実は佐林さんもこの後話していただいて、きっと面白い話たくさんあると思うんですが、こういうデータシティ鯖江っていう名前がなんか僕的には結構分かりやすい手頃ないいネーミングだと思ってまして、こういうようなのも当初何年かも2年3年ぐらい前ですかね、始めたというのがありまして、結構視察に来る人が結構鯖江市に増えたらしいということで、多分年間に数千人ぐらいは、数千人が多いかどうかは別としても数千人ぐらい増えていらして、きっとちょっとお金をやっぱり皆さん落としてですね、結構全集客の何パーセントかちょっと私全然分かりませんが、それなりにこう集客の経済効果ってあったんじゃないかみたいなことをお話聞いて思いました。でちなみに去年 のリンクとオープンデータチャレンジって別のイベントなんですが、我々空間センターなんかも人の流れデータっていう人の流動を表すデータなんかをこうデータスポンサーとして出したりしたんですが、ちょうど佐林さんがバス停のデータを使ったバス停をオープンデータにしていろんな分析に使ってみましたという研究をされてたので、人の流れ賞を渡させていただいたという経緯があります。で、ちょっとこれ何回も結構繰り返してる話なんですが、そうは言ってもですね、普通 の一般の自治体でいきなりデータをオープンにしろと言ってもですね、なかなかいろいろ難しいというのが現状のようでして、1年ぐらい前に我々の協議会、社会基盤情報流通推進協議会から各都道府県、47都道府県に、こういうボーリングとか森林とか道路工事図面みたいな、彼らが普段日常で持っているデータがこう外部、我々みたいな外部から貸していただけますかというのもちゃんとした依頼文を添えて差し上げたというところ、結構ですね、回答っていうのはかなりバラバラであったと。でこれ×は断られた、二重丸は受け入れに貸してくれた、あるいは三角はちょっと微妙な答えで終わってしまったと。何も印がないのは返事がなかったというところで、結構多彩でですね、3分の1から4分の1ぐらい貸していただいたんだけど、それ以外はやっぱりいろんな対応であったということで、なかなかダメっていう理由もまた多彩で、なかなか当該関係者以外に絡むから外部提供を行ってないとか、あるいは出先機関から収集するのが面倒くさい、手間がかかるのでダメだとか、あとは個別の利用目的を明示しないとダメだ、包括的に使いたいというだけではダメですとか、外部提供のルールができていないからとか、
まあ、そういういろんなルールが実際には現場では出ているというわけで、まあ、この辺 そのちょっとしたハードルを一つずつというか、まあ、あの包括的にでもいいんですが、まあ、あの取り除いていくというのが、まあ、多分必要なことで、あろうということが分かってきました。で、まあ、そういうことで一回こうちょっと外の団体にですね、データをコピーにですが、まあ、預けることによって少し流通や利用が自律的に進まないかということをまあ考えて、まあ、こういう協議会の活動を 2,3 年前から始めています。これは別に完全にオープンにするかどうかにこだわっているわけではなくて、自治体に、まあ、眠る貴重なデータを何らか外で使いやすい形にしてあげることによってもう少し利活用が進んでいかないかというようなお話です。で、これまあようやくここまでと書いていますが、ちょうど総務省でもですね、まあ、去年ぐらいから、先ほどの柴木先生委員長として G 空間 ×ICT というプロジェクトが、まあ、で委員会がまあ立ち上がりまして、まあ、最終的にこういう G 空間オープンデータプラットフォームを作りましょうというお話とか、世界最先端の防災システムですね、まあ、日本が例えばこういうものによって安全安心の国であるというのが、まあ、PR できるですとか、まあ、もちろん都市レベルでも G 空間シティによるこう都市全体が成功したということで実現をしていこうとか、まあ、こういうことが提言されて、まあ、実際に概算の要求などにもまあ載せられるぐらいになってきたという状態なわけです。で、我々がじゃあ今回アーバンデータチャレンジというのを今年から進めさせていただくわけですが、特に特徴として何をチャレンジしたいのかというわけですが、先ほどちょっと柴木先生からもお話いただきましたが、やっぱりまあ地域の課題を解決しましょうというのがやっぱりあると根っこにあるというふうに考えています。でただそれがその課題オリエンティブでじゃあこういうデータが必要だし取ったり計測したりする必要があるよねっていうタイプのものもあるし、逆にまあこんなデータがあるからちょっとこんなふうにうまく見せたり使ったりすれば社会が動かせるかもしれないみたいな、まあ、そういうデータオリエンティブなものもまああると思います。まあ、それはケースバイケースで両方のアプローチで、まあ、ありえるかなと思います。でそういう中でですね、特にじゃどの辺にフォーカスを当ててるかと言いますと、一番上今普通の自治体が参加できるレベルにしたいというふうに書いていますが、要は特にそのアドバンスとすごくやる気のある自治体しかついてこれないとか、首長がやる気があるからできるんだけど変わったら止まっちゃうとか、そういうのはちょっとなるべく避けてですね、まあ、ハードルの低いレベルでも参加できるものにしたいというのもありますし、あとこうボランティアとか休みの日に個人で参加するというのももちろん今多いですし、まあ、そういうのはそれで大変素晴らしいんですが、まあ、一般企業の方とか、まあ、企業じゃない方も、まあ、仕事の一環としても参加できるようなものにしたいというふうに考えております。で、普通の自治体が参加できるっていうのはですね、いきなりハッカソンとかやれとかっていう話はちょっと厳しいので、とりあえず我々1年の中で一応ストーリーを持ってイベントを定期的にしていくので、まあ、例えば情報収集だけでもいいので、まあ、来れるときに1回顔を出していただくというぐらいでもいいという話ですとか、あと、まあ、場合によってはデータももちろん提供してくれればいいんですが、まあ、課題を提示してくれるだけでも大変ありがたいという話でありますし、まあ、なるべくこちらもですね、まあ、最大限対応するという意味で提供してくれたところには何らかフィードバックするというようなことをも予定しています。で、まあ、もちろんベストプラクティスとか、まあ、そういう事例なんかも集めます。で、あとですね、アイデアソンとかそういうものもあるわけですが、まあ、一般企業の方々まあ、コンサルティングのプロの方っていうのは各方面たくさんいらっしゃいますので、そういう方々の知恵も借りたいっていう話にしたいと。もちろん業務の一環で参加できるという、あと業務の一環ということは賞金がもらえることがいいかもしれないし、もう自治体へのアピールになるというのもいいかもしれないし、あるいは、まあ、平日に仕事土日にやると
そういうのもあるかもしれないというような感じで考えています。で、まあ、一応せっかくなんで数値目標を当初の段階で立ててですね、首都圏全部で350自治体いるので、まあ、2割、まあ、今年1年目でまだ知名度があんまりないかもしれないので、2割の自治体に1回以上参加いただくというのを、まあ、今のところ設定しているというものです。で、あとは賞金額が先ほど、まあ、ビジネスレベルうんぬんというお話差し上げたんですが、こう少し賞金額を上げるっていうか、まあ、ビジネスベースまではもちろんいかないんですが、まあ、そういうのにちょっとでも近づくぐらいのことを、まあ、努力するということとか、まあ、いい提案には自治体のホームページで紹介してもらうとか、まあ、そういうことなんかもするというように考えています。で、これはまあ実行委員で、まあ、私以外にもいろんなところでオープンデータのイベントとかですね、大変ノウハウある方もたくさんいらっしゃいますし、自治体でも、まあ、オープンデータとか大変取り組まれている自治体の方も実行委員として入っていただいています。で、6月10日1回目こういった形で実際にいろんな、自治体の方にも参加いただきましたし、2回目のワークショップでも一歩進んでですね、先進事例とかこの時はシェアするっていうこととかをやりました。で、実際に各分野10分野いろいろ分けてやったんですが、例えばインフラ橋とか、まあ、そういういろいろある道路とかあると思うんですが、まあ、そういうインフラをどうするかというグループとか、あるいは防災情報なんかでは、どういう解決が目指すことができるかみたいな話もいろいろしました。まあ、こういった感じで分類ごとにもいろいろ解きたい課題と、それを、まあ、そういうふうに言っていただいた自治体の具体的な名前もこれもまあ公開されてるんですが、こういった形、割と顔の相手の顔の見える形で課題も公表することにもまあ承諾いただけたというのがありますし、まあ、地域の課題だけではなくて行政でこう汎用的に大体ネックになっている課題事項なんかも、まあ、なども挙げていただきました。で、まあ、そういうことでですね、今3回目というのが今日なんですが、今日後ほど説明する応募要領などもですね、公開しますので、ここから本格的な折り返し地点ということで、12月20日にエントリー締め切りいただいて、まずはエントリー締め切りということで、その後1月末に 作品の応募を、まあ、締め切るということで、最後3月1日に表彰式をする予定です。で、具体的に下半期から提供するものとしてデータをですね、まあ、今までデータチャレンジ参加していただいている自治体とか、興味は来れないんだけど興味があるんで、まあ、何らか場合によっては協力してもいいよと言っていただいた自治体が首都圏で数十くらいはあったので、そういうところからデータなどをある程度提供いただきました。これはもちろんもともと外部提供公開されているデータも多々含んでるんですが、それをちゃんとこういうデータチャレンジの中で使っていいよっていうことを、まあ、言っていただいた自治体だというふうに感じていただければと思います。あとは NTT 空間情報のような、まあ、民間企業の方からも提供データ提供をいただいております。で、実際にはそういうデータセットがですね、この C 館というポータルサイト上から実際には提供を地図なんかのデータともリンクして提供予定です。で、先ほどの応募要領ですが、これはこの通りなんですが、要は提供されているデータを、まあ、最低1つだけ用いていただければいいので、アプリケーション、データ、アイディアを提案していただくと、どれかの3つの区分のどれかで提案してくださいというものです。で、データを用いている限り他で発表している作品でも、まあ、構いませんというちょっと緩いあれになっています。で、あとは提案資格としてはもちろん個人、法人、グループ特に制約なくて、首都圏外からでも構いません。で、締め切りは先ほど申し上げた通りと
ということで、その後1月31日以降に実行委員の複数の人間による審査などを行うということで、まあ、これぐらいの金銀銅の賞金がセットをしていますので、まあ、総額200万円ということを考えていますので、ぜひ振るって応募いただきたいというふうに思っています。で、本日3回目なんですが、前回までにですね、絞り込まれたデータや、これすみません、絞り込まれたデータじゃなくて地域の課題ですね、絞り込まれた課題と自治体からの提供データ、その他のデータ、既存の研究などをもとに具体的なアイデアを考えていきましょうというものです。で、あと先ほどですね、自治体の参加数って目標70って言ったんですが、実はまあ、こう新規が必ずしも当たり前ですが増えている状態ではなくて、今、自治体数は絶対数としては21団体ということで、まだまだ3割しか至ってないということなので、ちょっと後半頑張っていきたいなと思っていますし、いや、ぜひとも周りでですね、なんか興味ありそうという自治体さんいらっしゃったら、ぜひお勧めしていただければと思います。後半ですね、この今日以降 G 空間エキスポとか GIS 学会とか、その辺でイベントまたやる予定ですので、ぜひそこにも参加していただければというふうに思っています。で、他でもですね、今こういうデータチャレンジっていうのは増えてまして、特に割と前からやってるリンクトークンデータチャレンジさんがあるんですが、まあ、そことも実際にデータチャレンジを割とちゃんと大々的にやっているというところで、まあ、そことも今回密接に連携していこうという話をお互いにさせていただいてまして、今日も事務局長の津森さんからお話をいただいていただきますし、まあ、先週LOD の方でキックオフイベントあったんですが、まあ、私の方も参加させていただきまして、まあ、いろいろパネルディスカッション等をしてきたというところでございます。そうですね、はい、そんなところで私からの話は終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。続きまして、第1部、オープンなデータ共有と活用に向けてということで、2番目の話題提供といたしまして、つないで広げるオープンデータ LOD チャレンジにおけるつなげる取り組みということで、リンクとオープンデータチャレンジジャパン2013、事務局長の大津森様からご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。ご紹介に預けました大津森です。本日はこういう場で私たちのコンテストを宣伝させていただきまして、どうもありがとうございます。先ほどの関本さんじゃないんですけれども、LOD チャレンジだとか LOD チャレンジ、今年3年目でいろんなイベントやってるんですけども、参加されたことがある方っていうのは、あ、いらっしゃらないですね。じゃあ今日は話しがいがあるありがとうというですね、リンクのオープンデータ、リンクだとかオープンだとか横文字と英字でとっつきづらいと思うんですけれども、もともとは国内で日本最初にですね、オープンデータをテーマにしたコンテストを開催しているグループです。で、基本的にはアマデンさんと同じようにやはり市民や行政のデータということを呼びかけてくださいというのを進めてきました。それからデータがあった上でいろんな方とつながって作品を作っていこうというチャレンジする場ということで、つながる場を一生懸命作ってきています。そういうことで、ここに下に書きましたように LOD チャレンジジャパンというものは活動の発表の場とつながりを作る場ということを一つ大きな目標としてこの間進めております。チャレンジ実行委員会なんですけれども、2011年から慶応大学の萩野先生の研究室を母体としまして、副委員長ここにありますように、織掛県の豊田先生や東芝の長さんと私事務局長、基本的にはですね、完全ではないんですけど、ボランティアということで始めております。2011年の最初のセマンティックカンファレンスのところで、今度コンテストやりますと、実行になりたい人、紙に名前書いてくださいっていうようなノリで始めてスタートしたのがこのチャレンジになっております。
で、ただ私たちだけでも非常に大変なんで、多くの方に協賛していただいております。プラチナスポンサーとしてはここに書かれている皆様、それからゴールドスポンサーとしては今年は非常に多くの会社の企業の方にご協力いただいているんですけれども、スポンサーということで当然お金ということもいただいているんですけれども、他のいろんな基盤提供パートナーとしてのフレームワークですね、提供だとか、あとデータ提供パートナーのデータだとか、あとメディアの方にも提供いただいて先頭お願いしますということで、いろんな方のご理解と協力のもとで進めております。昨年のなんですけれども、アーバンデータチャレンジさんが200万ということで、ちょっと今年負けそうなんですけれども、こちらの方も150万集まりましてですね、基本的に運営資金の方はほとんどもうイベントの10歳ぐらいで賞金の方にもちろん出させていただくとなります。昨年の実績なんですか、一昨年なんですけれども、1年で開催した時にはこの2011年で73作品データセットアイデア、リケーション部門の 3部門で73作品でした。で、去年からやはり皆さんもらってるんですけれども、例えば関本先生の審査の時の人の流れですね、やはりデータとアプリケーションのアイデアの時にそれをやっぱ可視化するってことが、どれだけ情報をの重要さを、データの重要さを人に伝えることになるかということで、昨年からビジュアライゼーション部門というのを4部門で開催しております。で、1年間でなんとと言いますか、3倍多いかどうかは別にしまして3倍ということですね。これは昨年度の最優秀作品です。アプリケーション、データセット、アイデア部門、ビジュアライゼーション部門、こちらの方は本日印刷していただきました資料の最後に URL があります。で、 LOD チャレンジのサイトから去年おととしの発表の時の作品っていうのは見れるようになっておりますので、今日はなかなかお時間なくて話すんですけれども、非常に素晴らしい、取材書きなんですけれどもありますので、ぜひとも後で見ていただければと思います。ここにちょっとと言いながら書いたんですけれども、地域データをテーマにした多くの応募作品があります。ちょっとこの辺はさっとで後で紙の方の方を見ていただいて、サイトの方を見に行っていただければと思います。例えばこの地域からつながる作品ということで、本日話されるデータサバイさん、どんどん作品すればいいんですけれども、横浜市だとか鯖江市だとか函館市、会津市ですね、こうしたやっぱデータ身近なデータ、市のデータを使った観光から、それから地域情報というのはたくさん出ています。それもここに書いてありますけれども、番号でいうと例えば D っていうのがデータセット部門で、 A っていうのがアプリケーション部門で、 V っていうのがビジュアライゼーション部門で、 I っていうのがアイデア部門なんですけれども、この4つの部門というものがどんどんつながってきて、一つの市の、一つの町のデータというものをアイデア、アプリケーションを実装するという形で、多くの作品が町っていうことを一つのテーマとして、応募があります。で、データ自体も、例えばその地域と言いましても、例えば市の予算っていう、そうしたもちろん行政に関わる予算もありますけれども、例えば園芸の情報だとか、例えばアイデア部門だと何でもアイデアできるんで、地域にいる猫をセンサーにして地域猫からデータ集めて町おこしやろうかとかっていう、じゃあ作れるかっていうと誰も作れないんですけれども、アイデア部門の面白いところはこういうところで、あと函館の先ほどのところは函館写真ですね、資料目録だとか地理情報もあるんですけれども、地理情報にを中心にして、その上のところに生活するというところ、教育だとかいろんなものがデータとつながってるっていうのは、この2年間 の、 私たち の、 やってきたことの成果として見えてきているところです。で、つながるっていう取り組みを進めているんですけれども、そのつながる取り組みというところでは私たちの方がイベントを開催しております。この2年間昨年は大体10回ですか、北は北海道から南は九州長崎までって言いたいんですけれども、ちょっと南の方の運動が運動じゃなくて進んなくて、南は去年は大阪まででしたね。だから北は函館から南は大阪まで LOD チャレンジということで、アイデアソンだとかデータソン中心に進めてきました。で、やはり先ほども繰り返してありますけれども、そうした中で例えば横浜市の場合だと、横浜の市の方がデータを作成してくださると、取ってきてくださると、本日もすごいデータが並んでて私驚いたんですけれども、やはりデータを選手で出してくださる方がいないと始まらないということもあるんです。で、それが非常に重要でして、本当に大変だなと思っております。
で、それをいただいたでアイデアで、スパークル検索ですね、こちらの方でいう検索システムだってアプリにつなげていく。で、出来上がったものはなくなってしまうともったいないんで、データは先ほど月本さんのご紹介のツイッターに出るっていう形で、だんだんとデータを出す人、使う人、保存していくっていう仕組みっていうのも少しつながってきたかなっていうのが私のこの間の感想です。で、私たちも今年はもう一歩、二歩リンクつなげるっていうことを進めていきたいと考えております。これはイメージなんですけれども、先ほどもありましたように、この2年間3年間にやってきてますと、いい作品が出てきても、例えばスポンサーのところに行ってご紹介すると、こんな作品これ商売になるよ、商売に言い方汚いですけれども、ある某社サイトっていう方から、これってどうするんですかと、このサービスをあなた方のコンテストで終わらせてどっかで発表してたらもったいないですねと、まあ、出口論と最近言ってるんですけれども、そういうことも言われるんですね。やはり最初からそこすごい商業ベースのものはもちろんダメだし、それだと私もコンピューター業界なんでそう簡単に作られたら困るってあるんですけれども、だんだんつながって先に作っていくと、それがやっぱイノベーションになっていくということと、それは社会に還元していくし、もちろんやった人も自分に還元するっていう仕組みをどう作るのかっていうのを私たちも今取り組んでいるところです。例えばきっと本日のチャレンジって、私たちチャレンジってなんですけれども、初めて参加する方から、アイデアから参加するから、データは本日のようになって、データからもデータを作り込むパターンから発火層までやるパターンと、完全にアプリまで作るっていうことで、いろんなこうしたイベントの中ではスタートとエンドのバラバラの方が集まってきて、だけどそれがつながっていくことによって、まるでバラバラにやってるんだけども、最後には何か作品ができて、できればうちに応募してくださいということを考えております。そのためにやっぱり一つ必要なのはやっぱインフラということで、それをどうやっていくのかということなんですけれども、じゃあリンクデータっていうサイトがあるんですけれども、ご存知の方はきっと先ほどの情報だ状況でいらっしゃらないんですよね。ぜひとも求められているこのリンクデータと、この後ご紹介するウェブサイトを覗いていただきたいんですけれども、リンクデータっていうのはやはりデータを Excel から RDF、データ形式に落とすというサイトです。で、その後でここなんですけれども、これ作りでも707作品自由に使えます。もちろんデータ作るって大変で、やってみるといろんな種のデータで PDF とか Excel のを落としていこうか、 CSV に落とそうっていうと、大体たくさん貼ってるんですけれども、30分ぐらいで力尽きるとか、1日やるとなんか頭がクラクラしてくる。で、作ってもそれはどうするかってところでストップするっていうことは多々あると思うんですけれども、ここでは一回落としてもらえれば JavaScript ベースでデータからアプリに作るっていうサイトを作っています。で、もう一つは去年から始めたんですけれども、シティデータという形で、同じような仕組みなんですけども、仕事に登録できる仕組みですねというのは作っております。で、やはり本日話されるサバヤさんがもっと多いです。今ね、ダントツなんですけれども、去年名古屋で LOD チャレンジデーってなりまして、みんなで名古屋のデータを作成しまして、一瞬サバヤさんを超えたんですけれども、なんかそれ見たみんな分かったんですけど、3日後ぐらいには完全に追い抜いたというようなことになります。別に競争ってわけじゃないんですけれども、いろんな種類でやりましょうと。先ほど言ったそのリンクデータの中で JavaScript のものが、これがそのままと言いますか、ここで作っていただけたものが LOD チャレンジの応募作品としてたくさん応募していただきました。たくさんの賞も取られております。今年からアイデアをつなごうということで、アイデアリンクデータというものを作成しました。やはりサービスだとかデータもそうなんですけれども、アイデアってやっぱ出たら消えちゃうのがあるんで、一人のアイデアが次の人のアイデアに行くためにはどうしたらいいかというサイトもあります。それが今現状としては、スパークルここで急に言ってもあれですよね。データを検索できるような、登録できるようなっていうのも、実は日本でもどんどんできてきます。結局アプリ作る、サービス作るにはやっぱサーバー側のインフラが必要なんですけれども、今本当に前はなかったけど、今どんどんできてきますんで、皆さんがどんどん参加できる状況ができてるんじゃないのかなと思っています。こういうことで私たちもつながるデータとデータ環境を作成していきたいと思います。で、今年からはできました、今まで4部門でしたけれども、もう一つ基盤技術部門というのを新設いたしました。今10月1日からということで、LOD チャレンジの方もサイト立ち上げてますけれども、今年から5部門です。まあアプリケーションらしく、で、基盤技術、やはりまだまだいろんなツールやものを作っていく環境というのは必要だということで5部門にしました。で、あと最後になんですけれども、アバデータチャレンジさんの期待となんですけれども、これちょっと古い話、2011年にですね、LOD チャレンジ開催するときに、もともとセマンティック委員会っていうところを母体で開始したんですけれども、ここでワールドワイドウェブの創始者であるティム・バーナーズ・リーさん、
もともと LOD っていうのをデューバーなんですが、去年のロンドンオリンピックでウェブの歴史を語るっつって、ちょっと薄ゲッチしてですかね、ウェブ作ったティム・バーナーズ・リーさんという方もご存知だと思うんですけれども、リコメントくださいと、推薦文くださいということで、メールを送りました。で、最初の萩野さん送っていただいたんですけれども、即座に返信来たんですけれども、即座に来た返信というのは、まあ、OK いいですよということと、日本のオープンカバーメントはどうなってるかでというのが2年目ですね、来たんですね。で、それを見て委員会のメンバーもどうなってるって言われてもまだかなみたいな話で、やはり海外の方進んでる前提としては、やっぱりオープンガバメント、自治体を中心に、自治体のことガバですね、がやってきて進んでるっていうのがあって、それを見た時にやっぱティム・バーナーウィスさん、日本でやればいいんだけども、そっちの基盤どうなんだねっていうのは即座に質問として送られてきたということもあります。推薦でいただきました。で、その当時はまさに2011年はニワトリ卵の問題で、とにかくオープンデータ のコンテストやろうとした場合に、まずデータがなかったんで、いつもどうしようかねと、まあ、そのためにデータセット部門を作ったり、チャレンジデータを作ったりということで始めたんですけれども、ニワトリ卵の問題だということを散々みんなで話したんですけれども、やはりこの2年で本当に変わったなと、本日のデータ室、サバエさん、それからアバーデータチャレンジさんなど、これだけのデータ。私は言い過ぎかもしれないですけれども、ニワトリ卵 の問題っていうのを問題だって言った時代から、もうレシピの時代ということで、まだまだ材料足んないかもしれないですけれども、これだけの材料があったら本当に 1,2 年前から比べると大きく前進し始めたよという時代に行ったのではないかと思っています。それでコンテストの形式なんですけれども、じゃあどういうふうな形で進めていくのをオープンで使っていくのところで、チャレンジを最初やるときに2つのタイプのコンテストっていうものを参考しました。私はオープン型と課題解決型と呼んでるんですけれども、オープン型はここにあるヨーロッパで開催されたオープンデータを作ったコンテストで、オープンデータチャレンジと言います。でも2年前なんですけれども、ヨーロッパは40カ国で開催しまして、20カ国で開催して400作品ですか、集まったというようなコンテストです。これが世界的にも先駆けなんじゃないかと。で、まあ、そこでもアイデアのアプリケーション、可視化部門、データセット部門ですけれども、4部門で賞金を出してやったということですね。で、まあ、当時はすごいなと思ったんですけれども、自分たちで換算してみて、まあ、20カ国で400だったら1カ国20カ国なんで、私たち1年目は1カ国で70作品だから勝ったなとか自分たち言ったんですけれども、まあ、そういう形で始まっております。もう一つはですね、ちょっと古い話なんですけれども、オープンガバメントでいうと、そのオープンガバメントの動きとしてはチャレンジ .gov というのがありまして、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、2009年にオバマ大統領がアメリカのイノベーション戦略でオープンガバメント戦略がありますよと。それからもう一斉にですね、各省がその参加から120日間で解決の課題を審議に出せと、それで賞金を必ず賞金を出すわけではないんですけれども、やりましょうと。で、やっぱ国なんで、やっぱ防衛系だとか経済系だとか、が課題で、子どもの健康の意識だとか、社会保障とかで、必ず賞金じゃなくて、賞金なしでも、この当時っていうのは、アメリカの方でやっていらっしゃったんですけれども、まあ、こんな正確なシューティング、ローケーターの設計とシミュレーションって、これ、一般市民に出して、どういうことと思ったんですけれども、まあ、こういうこともやられてましたということですね。で、あと今回私アーバンデータチャレンジさん、アーバンデータ東京チャレンジさんが始められて、非常にこうやったーと来たーという気持ちがありまして、オープンデータを活用するところはやっぱ2つの大きな流れといいますか、取り組み方というのがありまして、私たちはある意味で言って分野を独せずに、データセット自体から募集、データ自体を作ってみましょうよという話もあります。それが私たちのコンテクストだと思っています。ただそうは言っても権利問題だとかあって、大規模データがなければなかなか面白いと言いますかできないという話があって、もう一つはやっぱ課題解決型コンテクストは日本でも絶対必要だと思っていました。データっていうのは身近であればあるほどアイデアも湧いてくると2年間とつくづく思うんですけれども、それがいよいよ開始されるということで、 LOD チャレンジ側としてもですね、アバデーナ様と一緒にこれは2つの両輪になるんじゃないかと私は勝手に思ってるんですけれども、この解決解明コンテストということで非常に期待させていただきます。最後になるんですが、私たちがずっと言ったのは
まあ、データがつながれば人がつながり、人がつながれば機械がつながるということで、まあ、一つ一つの作品ではあるんですけれども、それを通す中で多くの機械がつながっていることを考えております。で、本日ちょっと紙で作成していただきまして、ちょっと多めにいろんな URL を書いておきましたので、ぜひともお戻りになりましたら各 URL、 今ホームページを今年いよいよ10月1日に立ち上げております。で、特にここにあります、本当にいいですよと、いいですよってあれですけど、作品がぜひ過去の作品見ていただけると、あ、こんなアイデアだとか、こんなデータつながりでこんなアプリができるんだっていうのは皆さんもご参考になるかと思うので、ぜひとも見ていただければと思います。最後に宣伝なんですけれども、10月19日に大阪のですね、第1回のリクトオープンデータハッカソンと in 大阪と行います。第1回ともチャレンジデーはやってるんですけれども、とうとう大阪で行うということで、本日も実行委員尾崎さんいらっしゃってますけど、やりますので、まあ、東京で大阪の宣伝してどうかとなりますけれども、私たちは各地域の宣伝して回っているということもありますので、もし参加いただければ、またお近くの人にお声掛けしてくださればと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、1件目のということで、データシティサバエの目指す街ということで、サバエ市政策経営部、情報統括官の牧田さん、お願いします。すみません、福井県鯖江市から参りました牧田と申します。すみません、準備に戻りまして大変申し訳ありませんでした。このような機会をいただいて本当にありがとうございます。短い時間ですけれども精一杯務めさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。福井県鯖江市なんですけれども、ご覧いただいて北陸地方ですね、石川県の金沢、隣は各石川県なんですけれども、隣の福井県のほぼ真ん中に位置しています。福井県鯖江市というところですけれども、人口は6万9000人、面積は 84.75 平方キロメートルです。
産業はメガネ枠、繊維、漆器が有名ですね。でメガネ枠については、あの全国の 90% 以上を生産しているというふうに言われています。近年あのどの産業とも衰退傾向にありますので、あの第4番目の産業として IT 産業をあの第4番目の産業できないかということを市長常々申していまして、まあ、いろんなことに取り組んでいます。2010年の国勢調査ですけれども、県内17市町ありますけれども、県内唯一人口が増えています。あの幸福度の高い交流都市を目指すということで、あの各施策を進めています。あの福井県はあのご存知のように学力体力トップクラス、あの小中学校の学力体力トップクラスなんですけれども、あの鯖江市はその中でも上位の方に行くというふうに言われています。で鯖江のことを若干ご説明させていただきますと、あの幕末の老中を務められた真鍋喜勝公がおられます。あの西山公園を作られたことでも有名なんですけれども、民と一緒に楽しみを同じくしたいということで、自ら小屋付きを持ってあの公園を造成したというふうに言われています。まあ、そういうことからあの日本歴史公園100選にも選ばれています。もう一方、松平正親公なんですけど、やはり江戸時代なんですけれども、徳川家康公 のひ孫にあたります。でこの時に分家として鯖江に来られたんですけれども、その時に近松門左衛門の父親と一緒に父親が一緒に来たというふうに言われています。近松門左衛門はあのご存知のように東洋のシェイクスピアというふうに言われていまして、あの幼少期を鯖江で過ごしたことがあの後の作品に大きく影響したというふうに言われています。もう一方、八代美佐夫さん、明治大学の創始者の一人なんですけれども、鳥取の岸本達夫さんで、そうですね、あ、ごめんなさい、これはおかしいな、あれですね、あの天道藩ですね、山形県天道藩の、宮城幸三さんと3人であの明治大学を作られたというふうに言われて、作られています。鯖江藩ご出身ですね。で、メガネについてはあの、まあ、日本の 90% を占めているというふうにご紹介しましたけれども、あの最近はその技術を生かしてあの医療分野にもあの医療メスですねなどにも挑戦しています。で、4番目の産業にしたいと常々市長が申し上げている言っていることなんですけれども、まあ、そのことで IT 産業について申し上げますと、あのこのオープンデータの提案者でもある福野大輔さんと、あのデバネエディターの斉藤博さんが鯖江市ご出身です。あと田辺和夫さんという方も鯖江市ご出身なんですけれども、この3方が、まあ、IT の施策についていろいろなご意見をいただいています。あとサイバーエージェントの二つ目さんが右下なんですけれども、あの市長の中央中学校というところの後編にあたります。冒頭に申し上げた今日の主題ですね、あの市民主役と共同市民共同のまちづくりということについて若干説明させていただきます。鯖江市は1995年の世界体操競技選手権大会とか1998年のワールドカップ大会というのを行いました。これは市民の力によるところが大きくて、後の市民活動に大きくつながっています。まあ例えば市民活動交流センターを2000年に作ったとかいうことなんですけれども、2003年に福井市との合併について住民投票を行っています。で、ちょっと話がややこしいんですけれども、2004年の3月には鯖江市と福井市の合併について、反対というふうな住民の署名運動が停止されました。2万7000人ですね、人口6万なんですけれども、まあ、有権者でいうともっと少ないですけれども、で、まあ、そういうことから2004年の3月に合併協議を離脱しています。で、2004年の7月に福井豪雨と鯖江市の東部が関連的な被害を受けています。で、まあ、同じ年なんですけれども、2004年の8月ですね、市長のリコールの住民投票というのが行われています。まあ、この1年も経たない間に
住民関係の住民投票というのが、住民投票に類似したものが2回行われていると、もう相当混乱していたということがお分かりいただけると思うんですけれども、まあ、そんな中で市長がそのリコールされた市長を倒して当選しました牧野、今の牧野市長なんですけど、現在3期目を務めています。まあ、その方が、その牧野市長が進めているのが市民と共同のまちづくりということで、2010年の4月には市民市役条例というのを作っています。この中ではまた後ほど説明しますけれども、新しい国民につながる考え方を多く取り入れています。それでその年の2010年の12月に出たシティサバイの提案をいただいていて、まあ、現在に至っています。でこれは2度の世界大会のことですね。で若者の、鯖江市には大学がないんですけれども、若者が多く集まる町でもあります。その一つが川田アートキャンプという活動です。でもう一つが地域活性化トランスコンテストということで、今年7回目を終えましたけれども、まあ、市長になってまあ、いろんな提案をしていただくというもので、多くその中の多くは実際その行政の施策の中にも取り入れています。このサバイメガネギネスというのをご紹介していますけれども、ギネス記録に挑戦したということもその中の一つです。で先ほどご紹介した市民市役条例ですけれども、全で12条の関係者条例ですけれども、新しい公共につながる考え方、まあ、行政は全てできない、何でもかんでもできないので、市民自らいろんなことに取り組んでいこうというような条例ですけれども、その10条で市民と行政の情報共有という規定を置いています。市は積極的な情報公開、情報の提供の運用を進めるとともに、市民との間で情報の共有化、活用を図りを努めますというような規定です。これが2010年の3月なんですけれども、この年に、まあ、ここに立たせていただいているデータシティサバイの提案というのを、W3C の日本マネージャーの石木先生と宇野大輔さん、先ほどご紹介したお二人から市長に提案をしていただきました。まあ、先ほどの市民市役条例のこともあるものですから、市長は、まあ、とりあえずやってみるというふうなことをこの時に返事をさせていただいています。まあ、それから今まで少しずつですけれども、まあ、取り組んでいるということです。でデータシティサバイの取り組みなんですけれども、市内の公園のトイレの情報を XML という機械判読可能なデータで公開したと。でそれをライセンスについては CC BY とクリエイティブコモンズのライセンスを付けたという、この2つがまあ、オープンデータのデータシティサバイの本当に基本です。で先ほどティンバーナーズリーのお話があったと思うんですけれども、ティンバーナーズリーが進めるオープンデータのデータレシピを取って5つ星を規定しています。まあ、その中のサバイ市は5つ星以上の CSV、XML からこの取り組み始めました。でライセンスの形式ですけれども、作品の商用利用を許可して改変を許可するという CC BY というふうなライセンスをつけています。でこれは開発者の方のご意見をもとに開発意欲が湧くものというふうなことでこういうライセンスをつけました。で先ほどおつぼりさんからご紹介いただいたんですけれども、リンクトープデータチャレンジジャパン2011 と、去年一昨年の賞をいただいています。公共 LOB 賞というものです。まあ、取り組みとしては全然この先ほどの公園のトイレ情報を公開しただけですけれども、木野さん の, トイレ検索アプリと一緒に全員の賞をいただいています。でまあこんな取り組みを取り組みをしている鯖江市というのもぜひ見てみたいということで、横浜 LOD とか国立情報研究所の女性方とか情報先生方ですねが鯖江市に来ていただいて、市長になっていただきました。まあ、このことが結構大きな励みに
これは地球性を組み立て戦略で我が国の現状分析ということで鯖江市のご当地の国をご紹介いただいてますけれども、もともとは先ほどの NOD チャレンジで受賞したことがきっかけになっております。でこれはメガネ産業なんですけれども、メガネ産業に IT を結びつけたデンドメガネをなんとか鯖江市で生産できないかなということで、デンドメガネサミットの去年の8月4日に行いました。で、まあ、Google グラスとかテレパシー1とかいうふうな最近はデンドメガネが話題になってますけれども、で去年の11月17日にオープンガバメントサミットっていうのをNPO エルコミュニティというところが主催して鯖江市で開催しました。でここでもその現在の流山市さんとか福岡市さんとか熊谷市さん、沖縄で進めておられる自治体の方が参加していただいています。で今年も11月16日なんですけれども、今度は鯖江市主催でオープンガバメントサミット2013を開催したいと思っています。これは人工知能学会と鯖江教育人工知能研究会ですね、鯖江市で研究会を開催していただいています。これは今年になってオープンデータチャレンジ2012で知能長い賞というのを先ほど杉野先生からご紹介いただきましたけれども受賞しました。で今年は今年もやっぱりデータなんか出したいなと思ってて、まあ、ぜひ3回連続というのをお願いしたいかなと思っています。でこれはオープンデータ流通推進コンソーシアムで利活用普及委員会で最優秀賞と優秀賞というのをいただいた時の写真です。今年ですね、オープンストリートマップのマッピングパーティーっていうのを鯖江市で、全国のマッピングパーティーっていうのを鯖江市で開いていただいて、その時にアイデアさんも開催したという写真ですね。これに瀬戸さんも来ていただいています。でこれは福井県で今年の5月10日なんですけれども、まあ、オープンデータの流れをもっと進めたいという県主催でキックオフセミナーを開催していただくという時の状況です。とそれでは紹介いただいたなんていうか紹介いただいたもので鯖江市のコミュニティバスの位置情報をウェブ API で公開しました。その時のサイトの位置なんですけど、これコミュニティバスにタブレット端末を置いて位置情報を CPU 感覚で更新しています。ここで API を取れるようにしてまして、このことは今年手を取りいただいた、作品をいただいた受賞金です。
去年 の2月に鯖江市で雪が降って消火栓が雪に漏れていて消火活動が遅れたというふうな新聞報道を受けてFacebook の、 意見交換のところで消火栓の情報っていうのを公開できないかということを受けまして結果的に10ヶ月ぐらいかかったんですけれども消火栓の情報を公開しました。でこの活動っていうのは鶴ヶ味方の消防組合にもデータを公開するような流れになっているようなご紹介です。で今鯖江市の取り組みなんですけれども日々の毎日のデータ データの蓄積っていうのはもちろんのことなんですけれども例えば堺市さんとか隣の福井市さんとか、隣の越前市さんですね、それと鶴ヶ谷市さんとか、県内の市の連携してオープンデータに取り組んでいきたいと、県も後押ししてくれてるんで、そういうような取り組みを今やっています。で、新たなデータについては、いろんなものに挑戦していきたいというふうに思ってまして今年の9月には都市計画図をいろんな方のご助言いただいて集計して公開しました。あとはアイデアさんとかシニアプログラミング講座などの推進も行っていきたいと思っています。とりあえず鯖江市でできることは決まってますんで鯖江市の課題に合ったことについて、取り組んでいきたいということを考えています。以上で終わりました。すみません、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは引き続きまして次の先進事例の話題提供ということでデータの視覚化から見える地域の姿ということで株式会社ナイトでのロケーションデータアナリストの高木さん、よろしくお願いします。すみません、お待たせいたしました。では、株式会社ナイトでロケーションデータアナリスト、高口からはデータの視覚化から見える地域の姿、というお話を、したいと思います。貴重な機会をいただきました。誠にありがとうございます。まずですね、最初にそのデータの可視化方法が進化しています。ということで、ちょっと、デモを、ご覧いただきたいと思います。それではですね、これは技術的な話をしますと SB さんが公開されている2010年の国勢調査のシェイプファイルを、GeoJSON というファイル形式にしてそれをさらに TocoJSON というのに直してそれを、D3.js という JavaScript のライブラリで表示してみたものです。で、グラフにちょっとマウスを、乗せますと、対応する場所が
青くだったりとかですね、あとまあデータソートしたいとなるとこうクリックすると動くんです。アニメーションで動いたりとか、まあこういうことができたりして、まあ、最近そのいろんな、こういう JavaScript のライブラリであったり、あの可視化するツールが、出てきておりますので、まあ、そういう可視化周りの話をちょっと、したいなと思います。で、本日の内容をざっくり言いますと、まず最初に自己紹介させていただいて、その後そのデータ解析、どういうふうにするのっていうその、解析の流れの話をしたいと思います。次に、可視化の方法についての話と、あと実際の事例をいくつかご紹介したいと思います。で最後、まあ、まとめて、はい、終わりたいと思います。で、まず弊社、ナイトレイと言いますけども、2011年1月に創業して、いる会社です。現在4名で動いている、4名プラス1名インターンで動いている会社で、CSIS Days 2013でその、インターンの西村君が、ポスト発表を行う予定ですので、もしよろしかったらそちらにも、いらしていただけたらなと、はい、思います。で弊社何をしているかと言いますと、位置情報付きのソーシャルデータを、集める、エンジントレクサーというものを扱っています。これはリアルタイムに位置情報付きのソーシャルデータを解析するエンジンで、これまで現在累計で4000万件、ユニークユーザーで75万人以上のデータを収集済みです。でそのうち半分に口コミがついていて、約5分の1に画像データがついております。であるいはその人の行動、データに付与しまして、場所の情報が取れてて、これが138万件以上取れている、状況です。で、もうちょっと詳しくデータの構成を言いますと、データ発生日時が取れてて、あとツイッターの ID が取れてて、あと口コミがあったらその内容と、あと画像があったらその URL、 あとデータの発生場所を緯度経度と日本語住所、あとプレイス名ですね、あの東大駒場キャンパスであるとかマクドナルド何々店であるとか、そういう場所の名前とカテゴリー、大学なのか駅なのか公園なのか、そういう場所のカテゴリーがあります。あるいはそのデータの推定可能なものとして、生物年齢層、居住地、勤務地、趣味、ご自身、などいろいろ推定できます。まあオープンデータに当たるかどうかわからないんですけども、基本的にその弊社、取れているデータというのはそのネットに流れている情報を取っているので、まあその、ある種、まあ、オープンなデータを、取ってそれをビジネスにしているという会社です。でここまでは、まあ、会社の、概要ですけども、次に私のちょっと経歴をご紹介したいと思います。大学では、まあ、情報システム、学んでまして、であの授業料がなんかもったいない気がしたので、めちゃめちゃ授業を取って200単位ぐらい取得して卒業しました。で卒業研究は物理学、古典物理をしてて、その後、大学院で量子物理学みたいなことをしてて、その後、ナイトレイで位置情報付きのデータを扱っているという、まあ、情報学、物理学、地理情報学、まあ、フラフラしているような感じです。でですね、大学院で研究をしたんですけども、したというと大ましいかもしれないですけども、僕が感じた研究の流れっていうのは大体こういう感じかなと。まず最初にその論文と遊ぶというか、論文と格闘するフェーズがあったなと思います。僕の場合は大量に論文を積み上げて、もうガサガサ読んで、そうすると、あれこういうこと分かってないなとか、あるいは、あれここってどうなんだろうみたいな疑問ができたりします。疑問であったり仮説であったり、でその仮説を、実際に検証して、数値計算であったり数学的なものであったらその式を解いたりして、仮説を検証してその結果を出す。でその検証結果をまず最初にその教授に話して、最終的にはまあ論文にしたい、というのがその研究の、大まかな流れでした。でデータ解析も、流れがほぼ一緒だなと思っていまして、っていうのはそのデータを最初に与えられて、でこういうことを、解析してくださいって言われることもあると思うんですけども、大体まずその最初にそのこのデータって何なんだろうみたいなのを見る、遊ぶというか格闘するフェーズが最初に必要なんじゃないかなと思っております。でデータをいじっていくと、あこういうことが分かるんじゃないかとか、これこういうことに活かせるんじゃないかとかいう仮説が出てきて、それを、検証結果を出して、その、検証結果を、誰かに発表する。で
最終的に何を目標とするかなんですけども、まあ、ビジネスであれば売り上げを上げたりコストを下げたり、あるいはその医療分野であったら病気を減らすとか、あるいは学生さんであったらそのテストの成績もまあ一つのデータですけども、テストの成績を上げるですとか、あるいは政治家だったら選挙に受かるですとか、いい政治家だったら国民の生活を豊かにするとか、そういう目標があると思うんですけども、その目標のための、アクションを決める、そのためにそのデータ解析があると思うんですね。なので、まあ、そのデータ解析の最終的なゴールって、まあ、何らかしらの行動を起こすことアクションにある、と思います。で、すいません。で、まあ、なのでそのアクションの前段階の検証結果を、上司であったり、あるいはその自分を納得させるために、検証結果を何らかの形で出すっていうのが、まあ、イコール可視化だと思ってて、なので、まあ、可視化が非常に重要だと思っております。弊社位置情報付きデータを扱っているので、位置情報付きデータの可視化の方法の事例をこれからご紹介いたします。まず最初にですね、もう本当に単純なんですけども、この左上のもうマップにただピンを出すっていうのもシンプルなんですけど、やっぱり強いその、表現方法ですね。で、あるいは、統計情報を出すとかなると、専門的にはプロプレスマップと言いますけども、地図をその色塗りしてその色の濃淡で数字の大小を表現する、ですとか、あとメッシュマップって言いまして、地図を網の目に区切ってで、そこに色に塗りしていく、あるいは、技術的にはもっとメッシュマップの画素が細かいものなんですけども、ヒートマップと言いまして、まあ、サーモグラフみたいにその地図にデータを表示するということもあります。あるいはちょっと変わったもので、その、地図に載っているデータを地図を平均させて表示させるカルトグラムというのもあります。これはまあその数字を表すという上ではそんなに正確には出ないですけども、まあ、インパクトはありますよね。あるいは人の動きを地図に載せたいとなると、たまにスパイダーマップって言って、こう糸がこうクモの巣みたいに出てるみたいな、表現方法で人の動きを表示するということもあります。あるいは最近その Google Earth とかがあるので 3D で表示させてちょっとおーってなるような感じで見せる方法もあります。あるいは意外と位置情報とかがついてても、最終的にはグラフに落とした方がいいよねということもあって、そうしたらもう棒グラフ、円グラフとか折れ線グラフとか、まあ、相関を見るなら散布図とか、本当にグラフは本当にいろんな種類があるので、まあ、用途に合わせて、使う必要性が出てきます。で、ここからはその実際に弊社がトライしている可視化の、事例を紹介したいと思います。まず最初のやつなんですけども、最初はですね、2013年の、8月10日の東京湾の花火大会の口コミデータを地図上に表示したものです。すいません、大きさが合ってないのか、失礼いたします。で、この青いところが、地図、花火が打ち上げられたところなんですけども、まあ、それがどこから見えてんだ、見えたのっていうのをピンで表示しております。まあ、これを見ると、まあ、意外と東京駅のあたりでも見れたりとか、あと六本木ヒルズとか、あるいは、東の方だと新木場で見れたりとか、結構広いエリアで花火見れてるなという、印象です。で、このレベル の, その、データでしたら、まあ、ピンで表示すれば十分かなと思います。で、例えばこれデータを見て何が分かったのっていうので、例えば、実行委員さんが、どんな感じで会場配置してるのか分かんないんですけども、おそらくその花火が見える場所を確認する手っ取り早い方法はソーシャルデータだと思うんですね。で、なので、まあ、ソーシャルデータを見て会場配置が適切かとか検証したりとか、あるいは、25回花火大会やっておりますけども、まあ、その年に初めて
お店を出した飲食店なんかは、あれうちから花火見れるのっていうのが分かったら、あらかじめその店内に花火入れますみたいな口もできますよね。あるいは、低高い席ができるイケメンだったら、いや今夜六本木ヒルズ行こうよ、なんで花火見るのは東京湾行こうよみたいな話になっても、いやいや六本木ヒルズでも見えるからみたいな、これもまあ、データを解析した結果のアクションの一つですよね。あるいは、弊社トラちょっとこれはトライしてるんですけども、弊社とあのもう一社で、ちょっと、話が進んでるんですけども、まあ、こういう花火が見えたソーシャルデータをもうアプリケーションにしましょうとか、そういう話も上がっております。これは、AR ですね。あの実際 の, その、夜景にあの仮想的なその地図を、位置情報をもとに配置す る, する、とかそういうことも、できますね。次の事例は、東京で乗降客の多い7駅の、1時間以内の連続したチェックインをちょっと、動線として表したものです。違います。例えば、東京駅にどこから来てるのっていうのを、ちょっと見てみますけども、ちょっとあの上の方、左上切れてるのが池袋で、下が品川でっていう感じですね。でこれを見るとなんか東京駅には秋葉原からよく人が来てるみたいです。で、東京駅からどこに行ってるのっていうのを見ると、まあ、これも秋葉原が多いと圧倒的ですね。で、ちょっと線の太さはあんまり見にくいかもしれないんですけども、比べてみるとちょこっとなんですが、秋葉原から東京に来てるより、東京から秋葉原に行ってる方が多いんですね。っていうのは、まあ、ソーシャルデータ上はその人が東京から秋葉原に流出してる、ということが分かります。あるいは秋葉原駅の人の動線をちょっと見てみると、まあ、東京新宿圧倒的で、渋谷なんかにあんまり人が移動しない。で渋谷を見てみると、やっぱり秋葉原あるいは東京なんかには人があまり行ってないということが、まあ、ソーシャルデータ上は分かります。で、まあ、例えばですね、データから分かるという、ことの例として、例えばその 東京駅から秋葉原の流出が多いということが分かりましたので、じゃあ秋葉原駅で秋葉原チックなお土産を東京駅でもっと販売したらきっと売れるだろうねとか、あるいは、渋谷秋葉原の人の動きがソーシャルデータ上少なくて、先ほどの1時間以内の、チェックインデータでしたけども、これを時間を増やしても同じような傾向だったんですね。でつまりその、まあ、秋葉原渋谷駅って多分その、移動の目的地なんですよね。なのでその渋谷から秋葉原、秋葉原から渋谷っていうのはあんまり行かないっぽいんですけども、これにその逆に言うとその人の不満であって、実は行きたいんだけども、渋谷秋葉原って意外と遠かったりする。30分ぐらい電車でかかっちゃうし、なので、移動、バスの路線を増やしてその移動時間を減らしたりとか、あるいはその渋谷にちょっと秋葉原チックなお店を増やしたり、あるいは、秋葉原に渋谷っぽい、場所を増やしたりすると、もしかするとその、経済が活性化するかもしれません。まあこれは、ちょっと、まあ、一つの私の、案ですけども。で、次はですね、弊社の扱っているトレクサの集計データをメッシュと折れ線グラフで表すものです。こちらですね。で、実際これメッシュというより枠線を色塗りしてるんですけども、メッシュにしちゃうとどこがどこだか分かんなくなっちゃうので、枠線の濃さでデータ量を表しています。で、例えば渋谷の、渋谷駅の北の方の表参道側のデータを見てみると、
横軸が時間、縦軸がその件数です。1年間の平均を出してます。で、フードを見ますと、まあ、お昼と夜が多かったりとか、あるいは、買い物だと、まあ、16時あたりが多くなってます。で、これを、東急百貨店側の方にちょっと見てみると、今度はアーツエンターテインメント、これは例えばその映画であったり、あと、ライブハウスとかそういうデータなんですけども、こういうデータが増えている。ところがですね、渋谷の南の方、恵比寿駅の方に、を見てみると、ショップであったりエンターテインメントが全然ないという状態です。深センの方でもまあ同じような感じ食べ物の盛り上がりはある程度あるけども、他の、脳内についてはあんまり盛り上がってないという状況がわかります。ということで、例えば僕だったらこう考えるというので、もう渋谷の南側にですね、なんか買い物も、映画も見れるような複合商業施設出してみたら意外といけるんじゃないのみたいなことを考えたりします。はい、時間的にはここまでした。まあ、はい、すみません、まあ、まとめますと、データの可視化方法は本当に進化しています。今回使ったのは Google マップと D3.js、というものでしたけども、他にもいろんな JavaScript であったりいろんなライブラリが出てきているので、手軽ってほどでもないですけど、まあ、プログラムできる人ならある程度で、すごく綺麗な、グラフが作れます。で、これは気をつけなきゃいけないと思うんですけども、データの可視化って最終的には何かをするために行うので、その行動アクションのために行うので、そのゴールに、向かうようなその可視化をちゃんと、そこを意識した可視化をしなきゃいけないなと、思います。で、今回位置情報付きのデータの例でお話しましたけども、可視化方法は本当にたくさんありますので、そこから、どんな可視化方法を選ぶか、適切なものを選ぶのは難しいんですけども、まあ、なるべくその目的に合った可視化を、すればいいのではないかなと、はい、思います。ということで、すみません、私からは以上です。はい、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、これから少し前とですね、第1部で、ご発表いただきました、3編の、プレゼンに対して、質疑の時間を、設けたいと思います。どちらかの、発表に関して、質疑なりコメントが、ある方は、挙手をお願いできればと思います。いろいろな発表が、あったところかと思いますが、1件目は、リントオープンデータチャレンジの取り組みというところで、ございました。それから2件目は、鯖江市の、取り組みというか目指す町ということで、3件目は、ちょっと今、終わったところでしたけれども、データの、視覚化というところから、見える、地域の姿というところで、説明いただきました。あ、じゃあ、じゃあ。最後の、マルチメディアの方だと申します。最後に答えていただいた片口さんのご質問で、どのぐらいのサンプル数、ソーシャルデータというのが分かるんですが、どういうことの、規模のデータを、分析されているのかなというのは、ちょっと、さっきの渋谷とか、線の太さで分かりましたけど、実際の個数というんですか、どのぐらいのサンプルが取られて、いるのかなと、ちょっと興味があります。ですね、大体渋谷区で考えたときは、
月間で、大体5万件ぐらいの規模ですね。を、それを、今回は、2012年で集計して出しているので、かける12、のデータが、まあ、歩数という感じです。で、まあ、全国にすると1ヶ月で大体150万から250いかないかぐらいですね、というデータサンプルです。はい、よろしいでしょうか。はい、同じく、ナイトレアさんをお伺いしたいんですけど、今みたいなデータをですね、まあ、例えばその商業的にどんなものに、どんなサービスとかにですね、まあ、営業をかけたりしているのかとか、あるいは、まあ2番目にお話しあったような行政とかにですね、どんな形で使ってもらおう、あるいは使ってもらっているとか、なんかそういう、例があれば教えていただければと思います。ですね、まあ、最初 の、 その、データの、活用心というかあのビジネスに実際に、どうつなげているかという話で、まあ、一つ、ありますのは、GIS 企業さんにその、エリアマーケティング、のため の、 その、解析ツールを、販売している会社さんにベースデータとして、ご提供しております。あるいはそのこれは、またちょっとあの色が違うんですけども、その C 向けの、アプリを作る際 の、 その、元データとして、提供するというケースもあります。あるいは研究所にあのガサッとデータを渡して、あのちょっと見てみたいんだけどもっていうことで、あの、ま、結構な量のデータをお渡しすることもあります。で、自治体さんの事例なんですけども、まだその、変な話お金をいただいて何かするっていうところまではつながっていなくて、あの横浜市さんと一緒にイベントをやったこともあるんですけども、まあ、なかなかその具体的にその本当にソーシャルデータを、使って何かしましょうみたいなところまでにはなかなか現状いかないかなと。でそれはまあその担当者さんのモチベーションであったり、あるいはもう僕の営業が足りないのかもしれないんですけども、まあまあ、実際動いてみる印象としてはやっぱりその最初の一歩目がなかなか難しいかなという印象ですね。で、一歩進んだら多分いろんなところに広がってくるんだろうけど、まあ、その最初の一歩がなかなか多分これは他の方も自治体と付き合っている方々もなんか共通してもしかしたら持っている印象なのかもしれないんですけど、まあそんな、はい、感じです。はい、ありがとうございます。その他、コメントなりの質問といったところはいかがでしょうか。まあ、第1部で、3件、先進事例のご紹介いただきましたが、まあ、その前にも関本先生の方からアーバンデータチャレンジ東京の2013年の説明というところもありました。まあ、こちらに関する質問というところも含めて何かありますか。パシフィックコンサルタントの町田と申します。鯖江市さんのご発表に関してですね、質問をさせていただきたいんですけども、これは多分非常によく質問されることかとも思われるんですけれども、鯖江市さんの方で公開されているデータに関しては作品 の、 その商用利用、あるいは改善というものに関しても、まあ、許可されている、まあ、ある程度のものに対して許可されているんじゃないかと思います。このあたりのですね、どういうふうにそのあたりを意思決定されたかとか、その意思決定するにあたって、障壁になったようなことがあったかどうか、そのあたりを少し教えていただければと思います。はい。まあ、データをオープンするのはもともと使ってほしいために二次利用を目的としてるんで、できるだけその開発に楽なようにというか、プログラマーの人 の、 意見を 聞いたということです。
なんつったらいいか、あの、そうですね、あの、要はあの最終的に使われてデータって生きるんで、まあ、そのために何でも、まあ、市がせっかく出すんで、あの、目いっぱい利用していただけるような企画にしましょうと、あの、ライセンスにしましょうということが、あの、始まりです。その間には、その、あの、考え方の過程には、まあ、いろんな意見あったんですけども、最終的に、あの、今申し上げたような理由で、あの、市長は、まあ、その方向で、まあ、とりあえずやってみたいということで、今までやっています。ありがとうございます。はい。はい。あの、出会っても、あの、原価ではいろいろなことを言いますんで、あの、原価の方でライセンスを厳しくっていうか、別に規定したところもたくさんあります。で、まあ、これから出すにあたっては、多分原価とまたいろんな協議するんですけれども、まあ、その都度の、あの、ライセンスになると思います。ありがとうございます。それ以外に、何か。そしたらですね、ちょっと私からのちょっと質問というのも何なんですけれども、鯖江市の脇田さんのちょっとお伺いしたいんですけど、もし何かあればということなんですけれども、まあ、あの、今いろいろこうデータをオープンしていただいて、まあ、いろいろな活用が出ているというところですけれども、まあ、その市側から見て、その原因かといろいろ調整をまあ行っていて、本当はこれが出せたらいいのになというところで、まだ出せていないようなデータとか、もし何かそういうものとか、ありましたら、何かちょっとご紹介いただければ。まあ、データも、まあ、基本的に、その、ホームページで公開しているデータっていうのは、すべてデータにして公開したいと思ってるんですけれども、ただ、例えば工事情報とか、お悔やみとか、あの、結婚とかっていうデータは新聞には出してるんですけど、データにはしてないというところで、今、原価といろいろ話してるんですけど、まあ、工事情報については件数の問題ですかね、メンテの問題とかあるんで、あの、今ちょっと協議中です。でもう一つ、お悔やみとかの情報についても、まあ、原価が言うには、あの、例えば新聞であればこういう情報を全て出してくれるんでいいけれども、アプリにしてどういう形で使われてるかっていうのが見えないんで、今の段階では何とも言えないと。現状今のところもらっています。あと 2,3 あるんですけども、まあ、あとは順調に、はい、ありがとうございます。いろいろとその、まあ、地域に課題というところもいろいろな立場であるのかなというふうにちょっと感じました。それ以外何かコメントとかそういったことでも結構ですけれども、何かすいません、重ねて鯖江さんご質問なんですけど、あの、多分福井県の中でじゃあ鯖江市に続く自治体をこう増やそうみたいな形で多分広められてるんじゃないかと思うんですけど、まあ、他の市さんも割とそういう素直に追従してきてる状況なのか、あとは、まあ、問題があったら何か教えていただければと思うのと、あと、あの、先ほどご紹介したように、あの、福井県の5月10日にあのオープンデータのキックオフセミナーというのを開いていただいて、あの、横浜 の NPO の皆さんとか先生方来ていただいて、あの、キックオフセミナーを行いました。で、方向性としてはそれで動いた、まあ、県のスタンスとしてはそうなんですけども、実際にあの市町がどう動くかというのがよく見えてなかったんですけども、今月の中旬にあの市町の担当者で、あの、まあ、先ほどご紹介しました堺市、あ、隣の堺市と福井市と越前市と敦賀市はもうやるって言ってくれてますんで、9 市あるんですけれども、あ、うち入れて 5なんで、もう半分以上はもうやる、もう出て出すっていう方向性でいます。で、その協議会の、あ、今月の中旬に開く協議会の中では、もう多分全部の市で何らかの形で出て出してくれるというふうにになると思っています。それはその、鯖江市さんのこう 何を感じて一目別にやれどんどんやっていいんじゃないかという判断されたと考えますか。そうですね、あの、
まずはそのうちのデータとアプリっていうのを使っ、あの新聞とかで、まあ、新聞とかでいろんな報道していただいて、あの単独の市だけではそのアプリもいけないしデータもいけないということが、あの県内の市町の担当者とか、あの実際のトップの方が、あの随分と理解していただいているからだと思います、はい。じゃあ、まあその結果、そのそれぞれの市でも結構住民受けがしそうだというふうに各市も結構判断したということなんですかね。そうですね、あの例えばあの26万都市の隣の福井市なんかでも、議会で、はい、あのその一般質問の中でそのオープンデータについて取り上げられていますので、あの、まあ、他の議会もそうなんですけども、あのすごく前向きに、あ、そういう議会なんかで議会の波及というか連鎖的に取り上げられるようになった。そうですね、どっちかというと議会が火をつけてくれているような気がします。はい、あ、じゃあ例えばあの元々あの民間でこう一緒に手伝っていただいたそのジグ JP の方でしたっけ、そういう、こう民間企業の方なんかにもそういうこうお仕事するような機会が横にも広がっていって、かなりメリットも出てくるとか、そういうのも ありそうなんですか。なるほど、その先ほど5月10日の帰国セミナーでは民間の企業の方も来ていただいてやってて、で単にデータ出すだけではあのなんていうかな、いけないんで、あのそのつながりっていうか、あのオープンデータを活用してもらう動きっていうのも民間中心、あの不動産を中心にあの広がっています。うん、はい、あ、じゃあなんかこうちょっと雇用も増えそうみたいな感じで多少はあるっていう。雇用となるとちょっと難しいですけれども、はい、まあでも仕事の裾野としては、そうですね、はい、あ、分かりました、どうもありがとうございました。その他、何か、ございますでしょうか。そうしたらすみません、私からもう一点ちょっとご質問になってしまうんですけれども、今度は茂木さんの方にちょっと行って、あのもし何かあればというところですけれども、あのリンクとオープンデータもかなり、いろいろやられて、まあ、いろいろなその取り組み、あのかなりずっとやられていらっしゃったので、ね、個人的に私は考えていたところなんですけれども、まあ、これから先継続的にはこういった取り組みを進めていく、それからさらに広げていくといったときに、こういう力なり、さらにプラスアルファとして、こういうものがあれば、もっとステップアップ上がるのになっていうようなものとか、何かそういう、今後にこういうところにこういうものを期待したいとか、今こういうものが困っているとか、何かそういったものがもしございましたら、ご紹介いただきます。あ、はい。困ってるっていうと、やはり人とお金ですね、やっていくのは。これ正直なところ困ってるんですけれども、あの、まあ、それは半分冗談で半分本気として、今欲しいもの、これからのものっていうところ、一つはもちろん環境ですね。あのデータ出してくださる方の場があって、それを使える、特に権利、それの整備、これなしにはもう進まないんじゃないかと正直思っているところです。あともう一つ、今私たちが一つ考えているのは、先ほども出口論って言いましたけども、やはりそうした新しいデータを生かすためのフレームとしてのモデル作りと、やっぱそこから、あの、何ですかね、成功事例っていうのを作りたいなと。まあ、成功事例っていうのは、わざわざ作るもんじゃなくて、出てくるから成功事例なんですけれども、そのポイントっていうのがやっぱつながることを考えています。あの、リンクドオープンデータで、ティム・ファーナーズ・リーが本当に2年前からすっごく喜んで成功事例、成功事例って言ってる話は、あの、白人と黒人の居住地の地下道の、あ、違う、水道の、地図と、その中で居住する人たちで、明らかに国っていうのが、あの公共施設の中で差別化してるだろうという訴訟が上がりまして、でそれの地下道の地下の、あ、地下水のデータを持ってる人と居住データっていうところ、データ違うんですね。でそれを弁護士の方が使って、そして訴訟で、あの勝ったというのがあります。でなぜそのティム・バーナーズ・リーがキャッキャッとチャレンジするのも喜んでるっていうか、このベストプラクティスの根本っていうのは、データを持ってる人がその価値を本当に使えるかどうかってやっぱ分かんないんですよね、きっと。だからいろんなデータがあった時に、それをあの東京都の人が持ってる水道のデータを生かすのは、東京都の方じゃなくって、東京都のその地理の方じゃなくって、弁護士の方だとか、やっぱマーケティングの方とかっていう、ここであの本当の意味でデータを出す、データの価値っていうものがつながっていくっていうことが、いわゆるその
まあ、リンクドオブデータの世界でも本当にベストプラクティスだし目指すところと思っているところです。で今言って環境と、環境はデータの権利関係の話と、やっぱそれを生かしていくつながりの環境、これをもっともっと進めないとダメで、そこから最終的にはNHK で特番組めっていうようないろんな作品が集まるっていうことを目指しているところです。ありがとうございます。それ以外に何か全般的なところも含めてコメント等ございますでしょうか。特になければ、じゃあこちらで一旦、休憩という形に、させていただきたいと思います。次は、第2部ということで、15時10分から、この場所で、また改めて始めさせていただければと思います。本日は、3名のご紹介方に、事例のご紹介いただきましてありがとうございました。